川家継、最年少将軍はどのような経緯で誕生したのか。家継は徳川歴代将軍の中でも最年少の、わずか4歳足らずで将軍に任命され、8歳で短い生涯を終えました。そんな小さな子供を将軍にせざるを得なかった、当時の江戸幕府は、どのような状態だったのでしょうか。また幼い将軍と側近たちによって、どのような政治が行われていたのでしょうか。その歴史的真実に迫ってみたいと思います。なぜ徳川家継は、4歳の幼少の身で将軍になったのか。4歳の幼い家継が将軍となり、その後7歳で婚約する家、幕府にとってまさに異常事態とも言える状況でした。家継が将軍を引き継ぐことになったきっかけは、父である家宣の病死です。家宣には、娘である豊姫、そして息子である家千代、大五郎、虎吉がいましたが、不幸にもそれらの子供は次々と亡くなってしまいます。必然的に幼い鍋松、家継が将軍候補となりますが、家宣は反対だったようです。次期将軍は、尾張の徳川義道にするように、その後の処遇は義道に任せるようにとの遺言まで残したようです。しかし、尾張から将軍家を迎えることになれば、もちろん家臣たちもやってくるわけですから、今までの重臣たちの立場がどうなるかわかりません。そこで側用人の真鍋明房、顧問閣の荒井白石らが反対し、自分たちが後見人となり、鍋松を将軍にと強行したようです。もちろん他の重臣たちの中にも反対した者はいたようですが、もし鍋松の身に何かあった時には、尾張から将軍に迎えればよいとかなり強引に説得したようです。このような背景があり、家宣の意志とは裏腹に、幼い家継が将軍の地位につくことになりました。母、月光院や側用人、真鍋明房、荒井白石が行った側近政治。家継の父である家宣は、将軍になった時すでに48歳でした。もともと体が弱かったこともあり、子宝には恵まれず、子供が生まれても、次々と早死ににしてしまいました。こうして家継が将軍になるわけですが、4歳の幼子に政治が行えるはずもなく、実質的には側近である明房と荒井白石が政治を行うことになります。いわゆる側近政治と呼ばれる形態です。明房はもともと猿学士、能でしたし、白石は一介の旗本だったものが、学者としての才能を買われて家宣に重用されるようになりました。家宣の子供である家継が将軍として座している限りは、自分たちが幕府を守らなければならないという強い意志があったのでしょう。彼らは、譜代大名たちの権力を少しずつ弱め、権力を幕府に集中させていきました。そのため、当時力を持ちつつあった大奥も、譜代大名に取り入って、政治を操るということができなくなっていきます。その結果、家継の母である、月光院が一気に大奥で力を持つに至ります。家継の世話役として、大奥への出入りを許されていた明房は、大奥の実力者となった、月光院と一緒にくつろぐことが多くなり、家継から明房は、まるで将軍のようだと言われてしまうこともあったようです。そのような状況に、大名たちや大奥たちの不満は募っていきます。月光院の右腕とも言える江島が、歌舞伎役者と密通したというスキャンダルが流れたことがきっかけで、大奥での権力争いが勃発します。この頃から、明房と白石による、側近政治がだんだんと勢いを失っていくことになります。家継が8歳で亡くなった時は、一気に形勢が逆転し、二人はあっけなく失脚することになります。家継が7歳で縁組が決まった理由とは、家継が将軍になるまでには、裏で世継ぎ争いが勃発していました。家宣が将軍になった時48歳と高齢で、正室である広子、天英院もすでに30代を過ぎていました。しかし、二人
二人の子供は早くに亡くなっていました。そんな状況であっても、将軍になった今、家信は世継ぎを設ける必要に迫られます。そのためには側室が必要でした。そんな時に容姿端麗なお清を、鉄工院を家の玉は見染め、寵愛します。正室である弘子は、後水のお天皇の孫という高貴な家柄の出しであるのに対して、お清は身分が低かったことで弘子とは犬猿の仲だったようです。お清の子供に世継ぎをさせたくない弘子は、おすめという女中を使って、世継ぎとなる男子を産ませることに成功します。しかし、この女中の子供、大五郎は原因不明の病気で亡くなります。その後に生まれた虎吉さえも、生後2ヶ月で亡くなってしまいます。この時、お清が産んだ鍋松、家継を世継ぎにするために、彼女が毒殺したのではないかという噂も流れました。真偽のほどはともかく、これだけ家信の子が次々に亡くなると、そういった噂が流れるのも致し方のないところかもしれません。家信が亡くなった後、お清の子である鍋松が将軍になります。正式な世継ぎという意味で、家継と名前を改めています。まさにこの時の世継ぎ争いを象徴するかのような名前です。家継の母であるお清、この時点で月光院と名前を変えていますが、彼女は後水のお天皇の孫であった、天栄院と違い、もともとは低い身分の出でした。そのため、家継の地位や権力を確実なものにするために、霊元天皇の王女である、八重宮吉子内親王と婚約させます。この時内親王はなんと生後1ヶ月でした。なんとも非常識な婚約ですが、実は京都では内親王の父である、霊源保養と高志栄院の父、近衛元広が主導権争いをしていました。そのため両者の利害関係が一致した結果、このようなありえない婚約が成立したのでしょう。この後8歳で家継が亡くなりますので、実際に結婚までは至りませんでした。このように、幼い将軍が誕生し7歳で婚約までした背景には、まさにドラマのようドロドロした事情があったようです。セイゴメイド。アリガトゥ。ヨカタラ。チャンニラトゥロク。ワニガイダガザル。徳川家継、最年少将軍はどのような経緯で誕生したのか。家継は徳川歴代将軍の中でも最年少の、わずか4歳足らずで将軍に任命され、8歳で短い生涯を終えました。そんな小さな子供を将軍にせざるを得なかった、当時の江戸幕府は、どのような状態だったのでしょうか。また幼い将軍と側近たちによって、どのような政治が行われていたのでしょうか。その歴史的真実に迫ってみたいと思います。なぜ徳川家継は、4歳の幼少の身で将軍になったのか。4歳の幼い家継が将軍となり、その後7歳で婚約する幕府にとってまさに異常事態とも言える状況でした。家継が将軍を引き継ぐことになったきっかけは、父である家信の病死で去っていくことになります。家継が8歳で亡くなった時は、一気に形勢が逆転し、二人はあっけなく失脚することになります。家継が7歳で縁組が決まった理由とは、家継が将軍になるまでには、裏で世継ぎ争いが勃発していました。家信が将軍になった時48歳と高齢で、正室である弘子、天栄院もすでに30代を過ぎていました。しかし、二人の子供は早くに亡くなっていました。そんな状況であっても、将軍になった今、家信は世継ぎを設ける必要に迫られます。そのためには側室が必要でした。そんな時に容姿端麗なお清を、鉄工院を家の玉は見染め、寵愛します。正室である弘子は、後水のお天皇の孫という高貴な家柄の出しであるのに対して、
お清は身分が低かったことで広子とは犬猿の仲だったようです。お清の子供に世継ぎをさせたくない、このような背景があり、家信の意志とは裏腹に、幼い家継が将軍の地位につくことになりました。母、月光院や蕎麦用人、真部秋房、新井白石が行った側近政治。家継の父である家信は、将軍になった時すでに48歳でした。もともと体が弱かったこともあり、子宝には恵まれず、子供が生まれても、次々と早死ににしてしまいました。こうして家継が将軍になるわけですが、4歳の幼子に政治が行えるはずもなく、実質的には側近である秋房と新井白石が政治を行うことになります。いわゆる側近政治と呼ばれる形態です。秋房はもともと猿学士、能でしたし、白石は一介の旗本だったものが、学者としての才能を買われて家信に重用されるようになりました。家信の子供である家継が将軍として座している限りは、自分たちが幕府を守らなければならないという。家信には、娘である豊姫、そして息子である家千代、大五郎、虎吉がいましたが、不幸にもそれらの子供は次々と亡くなってしまいます。必然的に幼い鍋松、家継が将軍候補となりますが、家信は反対だったようです。次期将軍は、尾張の徳川義道にするように、その後の処遇は義道に任せるようにとの遺言まで残したようです。しかし、尾張から将軍家を迎えることになれば、もちろん家臣たちもやってくるわけですから、今までの重臣たちの立場がどうなるかわかりません。そこで蕎麦用人の真部秋房、顧問閣の新井白石らが反対し、自分たちが後見人となり、鍋松を将軍にと強行したようです。もちろん他の重臣たちの中にも反対した者はいたようですが、もし鍋松の身に何かあった時には、尾張から将軍に迎えればよいとかなり強引に説得したようです。強い意志があったのでしょう。彼らは、譜代大夫たちの権力を少しずつ弱め、権力を幕府に集中させていきました。そのため、当時力を持ちつつあった大奥も、譜代大夫に取り入って、政治を操るということができなくなっていきます。その結果、家継の母である、月光院が一気に大奥で力を持つに至ります。家継の世話役として、大奥への出入りを許されていた秋房は、大奥の実力者となった、月光院と一緒にくつろぐことが多くなり、家継から秋房は、まるで将軍のようだと言われてしまうこともあったようです。そのような状況に、大名たちや大奥たちの不満は募っていきます。月光院の右腕とも言える江島が、歌舞伎役者と密通したというスキャンダルが流れたことがきっかけで、大奥での権力争いが勃発します。この頃から、秋房と白石による、側近政治がだんだんと勢いを失って、